お疲れ様でーす。今日はですね、はい、食堂で対決をしてたんですけど、オリジナルメニューの、はい、まずそこの結果発表から。結果発表、それではドラムロールスタート。100対198で、おお、オムライスプレートの勝利。ね、ちょっといいですか、はい、端からすごい点差って聞こえたんですけど、何ですか、惜しいって言ってくださいよ。惜しいですよね。間違いないです、はい、やめて、今そのカメラに喋るの。でも編集増えるカメラ。初見の人は写真見てオムライス結構選んだんですけど、しゃぶしゃぶ1回食べた人はリピーター多かった。嬉しい、ソースも美味しいですもんね。常連さんとか結構従業員とかにはしゃぶしゃぶ人気だったけど、初見、見た目がね、もう初見はもう圧倒的オムライス。鮮やかですもんね。美味しかったもん、あのもうちょっと嬉しそうにしてもらえる。圧倒的すぎて当たり前の結果だった。はい、あ、はい、まさかのはいでした。ということで、はい、あの罰ゲームで当初言ってた通り、解明でしたよね。あ、違います。解明、解明、違うんですか。じゃあちなみに聞いてみる。田中みな実じゃないですか。田中みな実に解明で。食堂の方で皿洗いをやってもらいたいと思います。うわ、本当にやってきましたよ、これが。やってきました。結構ね、私のファンの人はみかんちゃん皿洗いとか本当に綺麗だから、いっぱい喋るねって。みかんちゃん皿洗い頑張ってってもう応援されてましたけど、ね、出た。私のファンの人は夏みかん皿洗いプロジェクト出てた。今回の企画をそんなプロジェクト立ててないのよ誰も。やっぱボートレース系 YouTuber としてルールを追加したくて、大体30分あると2レースできるんですよ。はいはい。で皿洗いしながらみかんちゃん予想して、うん、もう1レース目で当たった場合は、うん、もうそこで即終了で皿洗い。嬉しい。じゃあそんなに洗わなくていい可能性もある。そうです、そうです、あるってことですね。でも 2回しかチャンスないです、2レースで。ちょうど今、はい、赤切れがいっぱいあってなんかあれかもしれない、もしかしたらヒリヒリとかして、うん、ちょっと迷惑かけちゃうかもしれない。じゃあ手袋用意しますね。あるんですか。でもピーちゃんはあのこの席でゆっくり、はい、オレンジジュースでも飲みながら、はい、あ、それも私が持ってきた方がいいですね。じゃあサラダに集中してもらって。ということで早速やっていきましょうか。やっていきましょう。どうぞ。ちょっとバイト経験もないんでお手柔らかにお願いします。失礼いたします。はい、ここが洗い場となっております。なんか誰も説明とかしてくれない。人生で一回もバイトもしたことなくて。あ、そうなんだ、はい、楽しいですよ、皿洗い。そう、はい、サクサクいける。でもなんかやっぱ感謝ですね、自分が食べたものをこうやってしてくれてる人が。え、海鮮ちゃんぽの皿洗いました。洗いました。水止めてもらっていいですか。すいません、ピッカピカに洗いました。ありがとうございます。いつも洗ってくれてありがとうございます。若松5レースなんですけど間に合いますか。あ、全然もう口頭です。え、始まってしまったかな。はい。123132。123132。お皿来たんでお願いします。皿洗います。新規のお皿来ました。G1 なんで全員 A1 です。やっぱ帰ってくれる時にお願いしますって言われるとすごい嬉しいですね。え、お盆は、お盆、はい、お盆はあのこちらにお願いします。え、これいいですか。あ、それは拭いてください、ここに。はい、どうでしょう、こんなもんで様になってます。夏美川さん、1レース目チャレンジ9レース、はい、高松5レース123132124、1000円ずつ。何も見てないです、マジで。皿洗ってますからね、はい、普通バイト中できないですよ。すごいことしてますよみたいな言い方。そこから見てください、レースも。ねえ、皿がないんですよ、皿が。ここから出して。あ、123654、はい。1号艇誰でしたっけ、篠崎さんでした。篠崎さんです。
もうちょっと悪いって言われて。え、2頭だけはやめてください。いや、6頭じゃね。うわー、6、うわー、こっちこそ皿洗い続けていただいてちょっとどういいかなりませんかこれ。ちょっと今お客さんもいないんで一旦休憩します。いいですか店長、あのすいません、休憩入らせていただきます。あ、糸のことです、ね、あの、なんで出てんだよ。待って、店長に休憩入りますってちゃんと言いました。もう店長いない。今回の墨の絵がどうなって感じね、うん、え、何レースですか墨の絵。6レースです。宮玉で売れてます。宮玉で売れてるんだ、はい、じゃああえて1で買っちゃう。213、235、214、231がベスト4です。え、これさ、あれですか、ガミったらダメ。ダメ、ガミったら皿洗い。まだ皿洗い当たったらいいって言ったじゃないですか。ちょ、お願いします。いやいや、優先的にあっちで見た方がいいですか。あ、そりゃそうよ。レースはあっちよ。ちょっと悲しい。レースはあっちよ。でも宮玉でもう人気上から 6個なんで、まあまあこれは高確率で来るだろうと。で一番安いのが213とかなんですけど 9.4 とかだったんで、3000円かけてるからガミリはしないと思います。多分下がってなければ。みかんちゃんにちょっと合わせた感じになりましたが、ちょっとバタバタさせたんですけど、宮玉の134号、辻映像さんからですよね。はい、ちょっとスタート見れてないけど、展示も位置がちょっとへこんでたのもあって、あんまり見れてないけど、位置が来たら終わり。位置は123だけあります。おお、500円。どうですか、どうですか。いきます。2位あんまり行ってない。2位遅れてるよ。2位遅れてる。最悪、最悪です。最悪です。皿洗いです。遅れてます。2位が遅れてます。皿洗いです。これはうわぁ買ってないて。そうだったの。そうだったわ。買ってないて。いや、1、3だよ。あ、いや、3か。3だね。モーター5輪いいんかな。いや、出とるね。あれ、頭何ですか。 3?抜かされたとて抜き切るぐらいです、うん、まあ、腕でなんとか2が来たけど、3、1、2になりそうです。3、2ですか。辻さん遅れてましたね。これ今な、何が何、皿洗います。で、あの次これをこうして、お、すごい、はい、こうしてる間にさっき洗ったこれを拭いてもらって、あの後ろに置いていくっていう作業ね。拭いてもらって。これはもう拭けてますね。あ、それは、はい、大体やっぱり、ね、暑いんで乾くんですけど。これはお盆はこっちと教えたんですけど、一回言ったら覚えてもらいます。これはあれかけなくていいんですか。あ、大丈夫です。あの、教えてあげてもらっていいですか。教えてあげてもらっていいですか。そこに置いておったらいいとか言ってもらうだけでいいんで、はい、今のところ大丈夫そうですか。ありがとうございます。みかんちゃんもう2レース外れてしまったので、はい、時間短縮チャレンジ失敗ということで、今からまた皿洗いを続けてもらうので、みーちゃんもう1レースあるので、はい、ゆっくりやっていきましょうか、はい、若松がいいんじゃないですか。あ、難しい。これ1逃げるのかなっていうところかな。まあ、1から1を売れてますけど、やっぱ割れてますね。一番人気でも 19.7 倍。1逃げると思いますか。2の桑原選手めちゃくちゃ差し上がる。足が上手い選手なんですよ。2頭で買うか1で買うかのように。でも1、2、3だと19倍なんだ。刺すかな。1頭、2頭で買ってみようかな。あ、石倉、6号艇の石倉さんの、はい、6コースからの3着以内、多いんですよ。あ、そうなんですか。うん、3着食い込み、うん、2、3着食い込み。店長、大丈夫ですか？今嫌な音が。え？
大丈夫、大丈夫、これ。あ、よかったです。ちょっと首かと思っちゃいました、今。はい、今嫌な音がしたんで。嫌な音が。チャリーンパリーンって言ったんで。店長どうですか？完璧です。ありがとうございます。さっき食洗機壊しかけましたよね。あ、そうですね、ハプニング映像を撮りたい。え、そうやってスライドできるんですね。さっきね、できなかったんですよ、熱そう。で、アルバイト経験無ですか？無です。マジっすか？やばい、あ、そっか、そんな湯切りながらやっていくスタイルで。あ、なるほど。店長に怒られちゃう。小学生からもアイドルになられたので。え、そうなんです。小学校5年生からで、この世界しか知らないから、就活もないしバイトもなくて。なるほど。あ、来た、新規の皿来ました。すぐ行きます。来た、タクシー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 。すみません。首になるところです。よし、店長、終わりました。ありがとうございます。ちょっと店長、楽になりました、今日。助かりました。あ、よかった。働きました、初めて。ありがとうございました。お先に上がらせていただきます、はい。佐藤岡優輝選手。佐藤岡選手、スタートバチバチ言ってましたもんね。言ってた。返事は言ってたな。4か。チャンネル登録お願いします。どうでした？え、めっちゃ楽しかったです。楽しかったです、はい。じゃあまたこの罰ゲームやりましょう。あ、大丈夫です。ピーちゃんも2レースやったんですけど、1レース目はダメ で、 で2レース目がちょっと変換点も出たんで、ああ、まあ、坊主でした。ただのバイト動画になるんですか？ただのバイト動画です。多分ファンの人泣いてると思います、これ見てね。太田さんめっちゃ頑張ってましたよね、私。ガン、すごい本の子。頑張ってたじゃない、ガン。なんでその後言ってくれない？ガン。とりあえずじゃあこれで、あの、食堂オリジナルメニュー、はい、あの、完結ということで第1回、はい、あの、注文してくださった皆さんありがとうございました。第2弾も、第2弾もやりたいですね。リベンジしたいでしょ。あの、候補に挙げてた、はい、あの、もう一個のやつとかも作ってみたいな、うん、キーマカレーとかも、ね、そう、やってみたいですね。どうでしょう。いや、いいと思います。またやりましょう、オリジナルメニューも。季節でね、変えながら。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また見てねー。